ちら新しいタブレットになります。誰のですか？はい、お外に持っていくのに不都合が一つあります。こちら、よし、はい、違う、はい、今からじゃんけんで、待て、三等分しよう。本当どうなったんだ。あ、どうあれです。はいです。カノです。今日は案件です。はい、はい、もう隠しようもありません。案件です。今回ご提供いただいたのはカノさんの目の前にあるタブレットでございます。こちらウアウっていう発音合ってるかな？タブレットになります。あやはやたちちっちゃい頃からタブレット触り慣れています。その中で新しいのが届いたので、ちょっといろいろ触っていきたいと思います。レッツトライ。じゃあカノさん開けてみてください。実はパパが今充電しております。はい、こちらになります。あやさんどうですか、重さは？めっちゃ軽いです。軽いよね。で、過去にいろいろタブレット持ってきたけどナンバーワンツーの軽さだと思います。これからちょっとお外に出ていろんなことに使ってみようと思います。はい、でもね、よく見てよく見て、この間カメラの時やらせてもらえんかった、ちっちゃいところしか。それだけの話だよ。お外に持っていくのに不都合が一つあります。こちら、よし、これどういうことですか？剥がせる。はい、フィルムが1枚だけあります。うわ、1枚。はい、今からじゃんけんで、待て、3等分しよう。はい、無理、フィルム剥がしじゃんけんします。3等分、じゃんけんぽい。あやさんがチョキ、あと2人がパーだったので今回はあやさんがめくります。いきます、せーの。やったね。はい、お家からお外に来ました。はい、はい、ちょっとね、100均で買いたいものがあって探してたんですけど、地元のお店なかったんですよね。で、まあ、天気もいいしと思ってブラブラ車走らせてたら、ちょっとどこにお店があるか分かんないっていう状況の場所まで来ちゃいました。なので、今からせっかくなんでタブレットで近くにある100円ショップを探してもらおうと思います。はい、はい、じゃああやさんお願いします。はい、私も。あちゃん無理、座って。なんでやりたい。なんか書いてあるもあるね。お姉ちゃんが今頑張って探してくれてます。じゃあやのダイソーかセリア。あ、ダイソーもセリアもあるの？うん。近い方は？距離が一番近いのはダイソーイオンタウン元ステ。イオンタウン。じゃあちょっとそちらの方行きましょう。夕飯の買い出しも宣伝したいので。はい。と長距離乗ってるので一回外で休憩行きましょう。はい。はい。本当？どうなったんだ。あ、どう。今これかどじゃかないね。でもさ、さっきのってさ、100% さ、見えとった。難しい。何と息できる。こうやってモザイク描いとかなくなる。あ、服がある。あるね。さあ、かんちゃん向こうまで行って走って戻っといて。向こうまで行って戻っといて。ちょっと待って、これでさりげにね、パパが並んどるの。パパのとこ行って。美味しく取れるかな。ついでにグーグルに聞いてみましょうか。タコセンとは何？タコセンとは大阪府周辺で食べられる和菓子の一種であり、せんべいの上にたこ焼きを乗せてソースをかけ、さらにせんべいで挟んだものということです。このまんまね。あ、違う、持って。もうやのもなくなる。
さんよろしく。ママ、カノさんはママと？うん、パパと。はい、着きました。ダイソーあるよ、ダイソー。なんか休憩取りすぎてなんかめっちゃ時間かかりましたけど。はい、ダイソー。何か合うのところで。なんかあやさんが欲しいっていうのもあったんでそれを探して。実はこれ4店舗目です。あ、5店舗目か。はい、じゃあ行きますよ。はい、こちら新しいタブレットの画面、なんと10インチです。大きい大きい。しかもね、大きいのに軽いんですよ。あやさんが持ってもらって軽いって言って感想あった通り、軽い、はい、かのさんで持っても軽いと思います。なんとこちら 430g です。え？ 430g っつってもピンとこないと思うので、例えを言います。グレープフルーツ1個分とか、あとレタス1個分。え？これなら重さわかるよね。はい、どう？それと比べたら、え、こんなに軽いんだっていうぐらいの重さだと思います。こちらのタブレットは8コアの CPU です。8個のコアがあるってことは、コアっていうのは頭なんですよ。8個の頭で同時に作業をこうういろいろ考えることができる子なんです。メモリは 4GB、 64GB の保存容量となっています。作業で保管するスペースがあるってことですね。これっていうのは使いやすい大きさでもあったりします。しかも LTE にも対応していますので、外でネットにつなぐことができます。はや、あなた最近車の中でスマホでゲームしたり動画見たりしますよね。はい、そういうことがこちらのタブレットでもできます。おー、楽だ。もちろん Google Play からも各種アプリもインストールできます。おー、以上。大画面でやってみたい。あの例のゲームを。そうだな、これでやってみたい。スマホちっちゃくてできへんね。あー、なるほど。あやさんがやってるアプリっていうのはスマホでもできるけど、やっぱりタブレットみたいな大画面の方が叩きやすいのかもしれないね。ちょっとあのワクワク度が違う人が一人いるんですけど。やりたい。はい、ということで新しいタブレット1日使ってみました。はい、写真どうだった、あやさん。すごい画質良かった。スマホもいいけど、スマホよりかね、大きい画面で見れるってこともね、すごい、地図見るときはね、すごい見やすいと思います。まあいろんな使い方あるかと思いますが、気になる方、商品紹介の方、画面下の概要欄の方にありますので、ぜひご覧ください。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。ここに返しに来るんだ。嫌だ、貸し出しになります。ちゃんと貸し出し人の名前と時間書いてもらって。何それ。もうあやさんが私のものよと聞いてくれてプロセコやるそうです。はい、滑り止めあ、明るい明るい明るい。あ、ねえパパ、画面でかくてやりやすいけどさ、いきなり大きくなるね、リンクになる。